なんだろうね、これなんだろうな、あのね、あのなんだろう、はい、皆さんこんにちは、吉田にいます。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、ワードプレスいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。男の極うま黒カレー、焦がしニンニク油&魔界里、驚きの深いコク。絶対うまいでしょ。実はこれですね、随分前に買ってレビューをしてなかった商品です。賞味期限がもうすぐ、やばい、やるしかないということですね。ご飯を用意いたしました。そして完成形、温めた5分熱湯で、こちら沸騰したお湯で5分温めてください。さあ行ってみましょう。間違いない、かける、どうかかるかな。おお、黒い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 ね、ロイクーですね。我々のりまさ業界でいうとこのロイクーですね。のりまさ業界、一体なんだそれ。いいですね。チキンだったかなこれ。まあ、ちょっといろいろ書いてますね。アンデスのマカ、アンデスの高地という厳しい環境の中でたくましく生育する株のような見た目の作物です。栄養成分が豊富で、インカ帝国の時代から需要元気のもととして珍重されてきました。マカ、ガーリックっぽいですけど、マカ不思議。はい、まあ、とりあえずいただきましょうね。いただきます。なんかね、まあ違うよね、当然いつもの普通のククレカレーとかと全然違いますね。うん、なんだろうね、これなんだろうな、あのね、あのなんだろう、無水カレーみたいな、ちょっとわかんない。いや、肉いただきます。うん、柔らかし、うまし。辛さは普通かな、ただトロッとした感じじゃないんですよ。とにかくね、焦がしニンニク油、あ、焦がしニンニク油か。うん、まあ、あんまニンニクもうちょっと結構ガツンとね来てほしかったような気がいたしましたですね。はい、まあちょっと普通でしたね。肉は柔らかくて美味しかったですけれども、はい、ということでありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、どちらですか、こちら明治さんなんですね。男の極うま黒カレーでございました。ありがとうございました。